嫌なことがあったこと、今のと、虫歯嫌いだ。皆さん、世界中の中で嫌いな食べ物がね、少なからずあると思います。あります。例えば何ですか？イクラが僕は食えないです。あ、そうですね。まあ僕結構あるんですけど、前やった海藻サラダだったり、どうですか？デンムとか、トウガンとか。そういうのって、まあ、普通に食うと嫌いだからこそ、まずいって思うじゃないですか。って思うよね。あれって、食に満足してるから、贅沢言っててまずいって言ってるんですよ。煮込みしてるってことでしょ？そう。だったら他のもん食いたいわって思ってるけど、それしか食えない状況だったら、本能的に美味しいと思い込んで食べてしまうはずなんです。なので今回、それを検証するために、断食して、めちゃくちゃ腹が減った状態で、まずいもんを食べたら、果たして、美味しいって言うのかどうか。うわ、空腹は最高のスパイス理論か。そういうことじゃん。これがもしできるんだったら子供でも簡単に苦手を克服できると。お母さんがあげないよっつって虐待じゃん今回それを検証するために3人で1食食べない人、1日食べない人、おそして3日食べない人、おーい、おーい、これを決めていきましょう。お一人暮らし大丈夫か、死なないかどん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 出たら海外になって海外になって。じゃあまず勝ったやつから楽なのね。一食一日。いや一食もうぜえな、今日食えねえんじゃねえかよ。バカもしれないね。いくよ、最初はグーじゃんけんぽい。いやーまずい、まずい、よしよし、あ、やばい、もう一日なんだ。うわ、明日のこの時間まで食えないんだ。いくぞ、最初はグーじゃんけんぽい。というわけで、じゃあ夢丸は明日の朝まで食べなくて、僕は明日の夕方まで食べなくて、うちは日曜日かごのこの時間です。今日日曜日じゃん、うん、水曜日水曜の夜飯まで食えないけど、俺水曜の夜飯が食える、食える、うまいもん食いに行こう、うまいもん一緒に行こう、うまいもん行こう。バカ、まずいもん食うな。そうだそうだそうだ。まあ、まあ、検証なんでね、うん、ちゃんとやっていきましょうか。はい、検証スタート。僕は野球ができないのに新しいグローブを買いました。キャッチボールするってなったから、じゃあ今からキャッチボールするためにグローブ買わなきゃと思って。だから使いたいの俺。僕はデザートパワープロでもやってるわ。ついてくるよ。俺らも別に断食したかったもんね。でも3日間丸々空いてないからしょうがなくさ、だから清水で座ってたもんね。僕も撮影座っちゃったからってたのそしたらその3人で言われてあるんで、3日も同居にいるんだもん。だって申し訳ないとは思ってるでしょ。だってもう決まった人たちをやっぱりさ、こうサポートしていくというかさ、管理消費しろ。あー、今あー、で終わった、終わった今まで。もう後半死んじゃうよ本当に。別だよ、でも温存とか考えたことないじゃん人生で。さすがに今ちょっとビビってるから3日は3日だね。3日は俺分かんないもん。もうまたさ、なんか0キロカロリーした二人がちょっと辛い目に遭ってしまう。俺神様が悪いよ。神様が見飽きた絵をわざわざ俺らにやらせてさらに試練与えてんだよ。またこいつらかと。そう、俺らが腹減ってんの見飽きてんだよみんなも。今回僕は一日で終わるからね。じゃあもう一旦キャッチボール行こう。まあギリいいよ。わーでもなー、今お腹いっぱいだからなんかもういける気もしてんだよな。ちょっとお腹空いた時に悩めば役ね。哲也そうやって生きてきたじゃん。確かに、後先考えたらな、就職してるもんな。キャッチボールだ。運動気持ちいい？めっちゃ汗かいとる。来るよ。勝手に守備練習に入りましたね。かっこいい。ナイスバッティング。お見合い。うちのエースなんですけど、見てくださいこの真剣さ。全然気づかないもんこれで。かわいい。何してんの？こんな真剣なことある？なんだこりゃ。今んとこまだいいね。いや実は気持ちいいよまだ。めっちゃ気持ちいい。全然まだいけるんで、このままねキャッチボール続けていいやつ書いてしっかりと休息上げていきたいと思います。明日の野球の時間が怖いね。明日ね、そう月曜日練習あるからね。頑張っていきましょう。あるんだ本当に。しゃあ。ということでさらっと2日目でございます。結構長かったわな、一食って。一食の割にはね、ゆめまるのまずいと思うもの、こちらでございます。こちらですね、すじこ。嘘じゃん。いや美味しくないって。まあ何回も言ってますからね、ゆめまるは。苦手なんですよね。これを食べて美味しいって言ってしまったら、まあこの検証終了でいいですからね。うわー、ちょっと匂いいいですか。うぅっ、なんで早いわ。じゃあいいですか、いただきます。美味しいは出るのか。だうわーまぐっ、うわ、ゴリまずいじゃん。うわ、くさ。世のお母さん、一食抜かしただけじゃ息子はピーマン食べませんので、もうちょっと引き続きね、飯を抜いてあげましょう。というわけでね、今日は今からグラウンド借りてますんで、野球しに行きましょう。俺はいいよ。運動大事。お前はいいだろうな。お前あさってなんだよ飯食うの。こっちはストイックに頑張っていきましょう。なるべく疲れることによってなおお腹空くから。仕方ない、もう前半詰めるだけ詰めて運動していこう。レッツベースボール。あれあれ
球お疲れ様でした。僕ら二人は昨日飯を食ってから30時間ぐらいですかね。さっき野球やってた時にずっとめまいがしてて、これあかんやつやんと思って、なんか背中から変なんですけどピヤーって出てた。じゃあもう今美味しくない食べれそうですか？ほんと早く食わせてほしい、マジで。嫌いなものだよ、うん、まずいものが来るのに早く食べさせてほしいと。早くしてほしい。おお、これはちょっと期待できそうですね。これで美味しいが出たら俺も終われますから。あ、出ちゃう、もうやめちゃうの、そこで。だって俺意味ないんだ。これが断食してみそうになっちゃう、ただね。ということで、別に食べるのはこちら。はい、桜でんぶです。前のね、まあまあまあ、嫌いなものの動画で出てましたけども、まあ、まず匂いから。待って、ごめんなさいかもしれない。待って待って待って。いや、まだわからない。わかんないよ、まだ。待って、違う違う違う。ねえ、俺の期待も背負ってんだからさ。いただきます。はい、頼む、美味しいんだってくれ。うわ、栄養だよ。体で感じて、本能で感じて。食べた食べた。まずい。あー、なんでだよ。いつもより味が濃く感じる。じゃあ、こっから2日頑張っていきます。あー、お前だけか。俺だけだ、ちょっと一緒に頑張るぞ。うわー。やっちゃん、おはよう。本当に無理みたいだ。おっと。夜中にみんな寝て一人になるじゃん。うん。その瞬間、魂の炎が。ゆめはどうして、お腹すいたの？お腹すいちゃったかもしれない。なんか食べないよね。うわ、話してる時腹減ったっけな。ファミチキ。おお、いいじゃんいいじゃん、食べないよ。運動前は食べた方がいいから。昨日さ、夜トイレ行ったんですよ。まあ、最後のうんこだと思って。うん。行ったらうんこじゃなくて、ケツからおしっこ出た。とりあえずしばらくは、まあ、ね、じゃあこの映像を映し続けるのを続くと思いますけど、まあ皆さん、実はどれくらいね、元気がなくなっているのか楽しみにしていってください。じゃあ僕たち行ってくるか。行きますか。行きまーす。哲也くんの状態が元気ないので、砂糖と塩をね、舐めさせてあげようかな。まあそうですね。砂糖でお腹いっぱいにはならないんで、検証にはね、影響ないと思います。口開けて。うん。うめぇ。うまい。3日目のお昼の2時くらいですね、はい、昨日のね、この時間とね、いる場所が全く変わっていない。全く一緒なんですね。体調がね、悪くなってるか心配なんで、ちょっと聞いてみましょう。哲也くん、体調はどうだい？昨日より悪化はしないですね。あー、現状維持。現状維持を。何が食べたいですか？特に何もないです。あと2時間くらいなんで頑張りましょう。もう、かけるんじゃないかなと思って。というわけで、水曜日の夜7時でございます。いや、すごい。ついに3日間が経ったということでね、哲也くん、お腹は空いてますか？それが空いてないんですよ。おっと、まだ空いてないってことは、じゃあ検証をね、ちょっと続けるんですよ。違う、お腹空いてるぞみたいなやつやるとね、この主が死ぬって意外に気使ってくれてますまた食える時に食ってくれればいいからみたいな。哲也の目を見た瞬間にちょっとびっくりしたのが、目が痙攣してます。マジ？綺麗に3キロ痩せました。インフルエンザって言うと簡単に伝わる気がする。あー、ダルさは関節の痛くないインフルエンザみたいな。この状態でまずいやねって言ったら死んじゃいますからね。死んじゃう。体的にまずいっていう考えがもうなくなってるんですよ。というわけで、哲也くんが今から食べてもらうのは、哲也の大嫌いな海藻サラダでございます。いつもだったら見た瞬間に上ってなるけどね、ならないんですよ。拒否反応はなくなっている。わからないですね、これは。それではめちゃくちゃ嫌いな海藻サラダ、いただきます。うわー、3日ぶりの音。なんで？なんでですか？ねえ、死んじゃうんだよ、これ食べないと。食べなさい。でもね、味はね、前よりね、ちょっとだけ美味しく感じる。あー、ほんとちょっとだよ、ほんとちょっと、ほんとちょっとね。ただ、オート欲が増すね。やりすぎたかな。やりすぎか、まあ、やりすぎか。こんだけいったら、すごい美味しいものでも入っちゃうかもしれないね。そう、いっちゃえば、まあ、昨日の夜がピークだったかもしれないね。疲れすればよかったんだ、じゃあ。疲れなかった。もう、頑張りすぎて裏書いてるパターンだ、これ。というわけで、検証結果。やりすぎ。やりすぎ、やりすぎ。バカじゃんだよ。バカ集団だ。もうバカじゃん。世間の子供たち、死ぬ前に食っとけよ、まずいもん。給食、残すなよ。痙攣してからまずいもん食っとくってまずいんだぜ。じゃあ。断食は続く。